日本将棋連盟による5月10日週の公式戦は、都島正幸明王、竜王への挑戦権をかけた、明王戦の本戦トーナメントがスタート。また藤井聡史太陽位、帰省は13日に、順位戦 B 級一組で、初の対局に臨む。主な対局は、以下の通り。5月10日。 月曜日、起用戦予選、青野照一九段対、八瀬部公平四段、携帯中継、明王戦本戦木村一期九段対と、聖龍馬七段、安倍間携帯中継アルサックバイ王将戦日時予選戦、高公平六段対、池永天使五段、携帯中継5月11日、火曜日、明王戦本戦、渡辺明,明名人対、 小森裕太五段、安倍馬、携帯中継、ヒューリック杯規制戦一時予選、門倉慶太五段対、藤森哲也五段、携帯中継、ヒューリック杯規制戦一時予選、青島未来六段対門総下、藤森、携帯中継、ヒューリック杯規制戦一時予選、福崎文吾九段対、石川裕太四段、携帯中継、 ヒューリックハイキ戦イセ一時予選福先課の石川対村高富田、携帯中継5月12日、水曜日順位戦 B 級2組、高見対一7団体、深浦孝一9団、携帯中継順0戦 B 級2組、藤井里藤大の岳子9団体高崎一世7団、携帯中継順0戦 B 級2組、 沢田慎吾七段対、久保田洋幸七段、携帯中継、明田王泉本線斉藤慎太郎八段対三枚、道達也七段、安倍間、携帯中継アルサックバイ王将戦一時予選、山崎高行八段対、黒田高行五段、携帯中継5月13日、木曜日順位戦 B 級一組、三浦博行九段対、 藤井佐都市対応位、帰省、安倍間、携帯中継 B 級二組を全勝で通過し、今期から B 級一組に初参戦する藤井佐都市対応位、帰先日、深浦光一球団に敗れ、公式戦連勝が19で止まったが、この対局から6月に控える、 タイトル防衛戦に向けての再スタートとなる。今季、B 級一組で一気抜けを果たせば、最年少名人記録の更新という夢もつながる。持ち時間は各6時間で、先手は藤井聡太を育成。順位戦 B 級一組。 木村一基九団体屋敷信之球団携帯中継順位戦 B 級一組、稲葉美八団体横山大名七段、携帯中継順位戦 B 級一組、佐々木祐希七団体久保敏明九段、携帯中継順位戦 C 級二組、佐々木大地五団体梶浦博子孝七段、携帯中継5月14日、 金曜日竜王戦五組残決、桐山清澄九段対、上村渡る五段、携帯中継小座戦超決トーナメント渡辺明、名人対、広瀬明人八段、携帯中継清戦予選池永天使五段対、黒田隆幸五段、携帯中継アルサックバイオ上戦一時予選、近藤聖也七段対、渡辺和牛四段、 携帯中継体制建設配成冷戦予選、鈴木環奈女流三段体、の石本桜女流二段、携帯中継倉敷東家、香川愛生女流四段体、加藤桃子女流三段、携帯中継5月15日、土曜日マイナビ女子オープン第三局、西山智思女王体、伊藤え女流三段、携帯中継、 アキラ王戦本戦、沢田慎吾七段対、井出春対ラ五段、アベマ、携帯中継、アベマトーナメントチーム、安光対チーム菅井、アベマ非公式戦5月16日、日曜日アキラ王戦本戦今場美八段対、佐々木第一五段、アベマ、携帯中継。次のオーディオビデオでお会いしましょう。